はい、こんばんは、山城。おぉ。もう映ってたけど、まあ、いや、そのままやる。こんばんは、山城と申します。さあね、恵方巻きシリーズもね、佳境に入ってるのかどうなんだろうね。なんかね、佳境に入ったはずなんですけどね、なんかね、調べたら、あれ、ここも恵方巻きやってんじゃんってところがいっぱいあってね、なんか一向に終わらないんですけど、今日多分土曜日の公開になってると思うんですけど、すいません、ちょっと一つ訂正があって、なんか土曜日にまとめてガーッと出すって言ってたんですけど、土曜日、ちょっとすいません、こっちの事情で申し訳ないんですけど、そうだ、仕事なんですよ。今週ちょっと週末に仕事が入ってるんで、あ、ダメだ、物理的に、そんなアポロと取る時間がねえと、いうことでございましてですね。ちょっと予定変更して日曜日になるかな。日曜日にちょっと、なるべく午前中にね、もうドカドカッと開けるように、もう、取って出しみたいな感じでね、土曜日の夜から一気にやっちゃおうと思います。もう本当はね、もうこれぐらいで終わってるはずだったんですけどね、まだまだあるな。ああ、ドラッグストアも何予約やってんのとかね、いろいろと調べ出したら結構いろいろとあるんでね。そのあたりもね、ちょっと、なるべく出すだけね、出していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、昨日すいません。昨日の動画多分、なんか、妙にエコーがかかってたと思うんですけど、ちょっとね、こっちのね、データのシステム、撮影してる、録画してる機材の設定のところで、ちょっとすいません。ミスがあって、えらいハブリングを起こしてまして、申し訳ないです。というところでね、今日はね、何を見ていこうかというと、山中さんですね、見ていこうというわけでございます。そう、前回ね、おせちの時にね、すっかり山中さんね、入れそびれていたんですけど、今回もね、なかなかね、ちょっと山中さん、店舗がね、もう今、調べてみたら、あれですね、津新町と、三重県って、津新町と四日市の富田ですね、の2店舗だけになっちゃったんで、そう、磯山の店ね、チャレンジプライス、あ、なんで、チャレンジプライスでしたっけ？あ、チャレンジハウスだ。チャレンジハウスとかね、磯山にあったりとかしましたけど、あなたとかも全部ね、いろいろと撤退しちゃって、初めて行った山中はね、あそこですね、今牛ドラになってる昔、アイリスっていうね、お店があったんです。ハンター、鈴鹿のハンター、今もありますよね。鈴鹿のハンターのところがまだジャスコやった時ですね。ジャスコが入っとった時に、その真隣に、今ちょうど牛トラガードあって、あそこ隣、ほぼ隣やってるじゃないですか。もっと、なんて言って、反対寄りの方に建物があったんですけど、あそこにね、昔、アイリスっていう、山中アイリス店だったっけな？そう、山中が入った、建物があったんですよ。そこがね、初めて行った山中でしたね。あそこは結構行ってましたね。懐かしいな、なんてことを思い出しながらね。あ、そうだ、山中もね、今もね、富田とね、津島町にはありますんで、今回の、適用範囲内ということでございますので、今回も調査の方をしていこうと思います。山中さんね、どんな感じなんでしょう。まあ、山中さんは、名古屋ですよね。名古屋が本社があって、淡路の方とか、あっちの方では、結構強いんですけどさ、そのあたりどんな感じになってるのかなと見ていきたいと思います。よろしくお願いいたしますと。あまり時間かけてたらダメなんだって、取れるならもう一本ぐらい取っとかないといけないんだから。まだトライアルとか、いくらでもあるんですからね。そうそうそう。ただね、まだラムとね、産地さんがね、データが出てきてないんだよな。あなたにどうなるんだろうな。ちょっとね、気になりますけどね。で、そう、山中さんを見ていきましょう。こんな感じで、カタログが出てます。フランテ感と値段設定、あ、違うんだ。今回どうした方がいいかな。山中さんは山、フランテの方は多分入れてないわ。こっちもちょっといろいろとあるみたい。ちょっとすいません。フランテさんのデータ入れてなくて、山中さんだけのデータで、見てはるんで、ちょっととりあえずこっちの方で見ていこうと思いますけど、あとでちょっとフランテさんもちょっと口頭だけで、もう見ときましょうか。こんな感じですよということで、山中さん、丸かぶり、恵方巻きということで、ハーフサイズ798円、1本1580円の海鮮巻き寿司、15種の2倍海鮮巻き寿司、これがメインになってきてますよ、というところですね。キュウリアナゴイナ、イカサーモン、天然赤エビ、トビコ、スキミマグロに生マグロ、菜の花、椎茸、かんぴょう、高野豆腐に卵焼き、おぼろ、大葉ということでね。今、定番の恵方巻きのところに、プラスアルファ海鮮も入れちゃいましたよっていう感じですね。で、1本あたりが、1500円で、込みだと1760円というような設定。ハーフは、税込みだと760円と。
いうところら辺になってますよというところでございますね。値段設定としては、ほぼほぼそのまま進むか、という設定になってるんですね。なるほどな、結構溢れる感じのやつになってます。これがフラグシップですね。で、次のところもざっと見ていくと、回線の、巻きですね。回線巻き寿司が、ハーフ598円、600人か。当日価格、予約価格、こっちの方メインで薄れてるので、ちょっとこっちの方の価格で確か設定したと思います。600人、ハーフ600人の1166円、1本ハーフ。まあ、これも天然か、AB あたりとかが、まあ、メインになってきて、イクラサーモン、生マグロにスキミマグロ、卵焼き給料バーとか入ってるっていう感じですね。スキミマグロっていうのは、中落ちとはまた別ですよね、多分。なんだろうね、スキミマグロっていう表現、巻きかねえんだよ。多分、部位の名前だと思いますけどね、スキミ。まあ、赤身の、なんか、ちょっと、酔ったところってことかな、っていうことだと思います。ちょっとすいません。ちょっと私も、聞き慣れる言葉で申し訳ないです。で、残りが、七福巻き、絵巻き、七福巻き寿司ですね。法にはしてないですね。これが、まあ、いわゆるスタンダードの恵方巻き、一番近いのがこれになってくるのかな。菜の花など、彩りのいい人気の具材入れました。名古屋は菜の花入れますね。なんか、名古屋の企業、なんかその傾向がある気がするな。危ね危ね。お風呂沸かしとった使い忘れました。七福巻き。これも菜の花が入って、穴子、カニ風、かまぼこですね。に、カニ風かまぼこかな。ちょっとすみません、字が。これ、JPEG を無理やりちょっと拡大してるんでね。ちょっと文字、潰れ気味になっちゃってますけど。あと、エビ、菜の花、エビ、伊達、巻き、卵焼き。伊達巻きと卵焼きが別々。あ、ここが、これ、上に入っとるのは伊達巻きか。で、下に入っとるのが卵焼きですね、多分。で、椎茸、かんぴょう、おぼろと入れてあるっていう感じですね。なんかちょっと、卵がちょんちょんと入っておったりとか、バリエーション入れてあったりとかっていうのが、ちょっと特徴的な七福巻きになってますね。恵方巻きとはまたちょっと別にしてある感じですね。で、サーモンとチーズのカラフルロールって言って、この辺りにチーズとかが入ってくるっていうのもちょっとバリエーションを入れてきてる感じですね。で、女性向けって感じしますと。サーモンにあるチーズを巻いたおしゃれな巻きってことで、まあ女性の方こういうような感じでですね、好きですからね。バリエーションがね、入ってるのが。色合いとかもね、ガラッと変わるんで、いろんな色合いをね、買っていくっていう傾向、結構、ですから、女性の方がね、やっぱ買いに来ることはスーパーだと思うと思うんで、そういった時にね、こういったバリエーションある感じすると、売れ行きがね、良くなる。これね、意外とあるんですよ。野郎向けの場合は、どっちかというと、一点集中とか、中央値のところにドカンと集中とかでやるっていうふうにすると、売り上げが伸びやすいんですけど、女性の場合はね、案外ね、カラーバリエーションを揃えたりとか、そういったことをすると、まあ、結果的には一番中央値の伸びのその狙ってる製品にはなるんですけど、購買意欲が湧きやすくなるっていうね、傾向がある。これいつやったっけ？どっかで言ったことあったっけ？まあ、接客販売やってた時の、マーケティングの時のに、そういうような、調査傾向はあるよねっていう話は出てましたね。もう、スーパーだけだと意外とね、わかりにくいところなんですけど、スーパーって、8割方女性客なんですよ。主婦の方が買いに行くことがほとんどになるんでね。そうするとね、結構そういうのが当たり前な感じになってるんで、そこまであれになったんですけど、男女比が店舗によって分かれるところ、スーパーで業界でね、もうほぼほぼ女性の方のが多いよっていう業界なんですけど、業界によっては、男女比が、地域とか店舗によって変わるっていう業界があるんですよ。まあ、うちの思ったところだと、例えばカラオケ屋さんなんかも結構、多少あるんですよね。年代層は、比較的、変化は出にくい。とはいえ、出るところは出るっていうのが、一つカラオケ屋さんの面白いところですけど、学校のすぐ近くにあるとね、やっぱ学生さんの比率が昼間も、平日昼間も上がりますし、逆に学校遠くてね、住宅街とか、ちょっとね、地方の方に出てたりすると、今度、老人客が平日の昼間多くなりますよとかね、老人のシニアの比率が高くなりますよとかね、
逆に、当然、名古屋の街中とかね、うちのところだと中村公園とかいろいろ出してましたけど、太鼓通りもね、出してましたもんね。とか、ああいうような感じの、街中にね、あるようなところだったらね、当然、昼間もね、若い人が、多くなりますし、若いって言っても、そういった学生さん、まあ、言っても大学生とかね、そういったところが増えてたりする。まあ、そういうこと、大学の近くだったら終始、大学生がメインになってくる、っていうのもあります。っていうのがあったりするんで、結構その店舗ごとに、そのニーズに合わせたね、策略って言っても、まあ、カラオケ屋さんの場合、基本的にカラオケの機種新しいのがいいだろうとか、そういうようなところになってくるんで、そこら辺のマーケティングってそんなに意識することが薄い業界ではあったんですけど、まあね、いろいろ、アプローチとかかけるときにね、反則のアプローチとかかけるときには、そのあたりとかちょっと気にしてみてみるのは結構店舗で同じことをやっても、こっちの店舗じゃあれスポンと滑るなとか、なんやろなと思ってパッパッパって調べてみたら、傾向がね、あ、そっかそっか、住宅地層の店舗やとこれが受けてみたいなんでね、やとちょっとデータリングとかしとって。で、見ていくと結構、一点集中とか、さあこれがドーンっていうのが、売りやすいのは、じゃ男性客向けだというところがあったりしたなっていうのがあったりしますけどね。っていうのがあったりします。ですが、こういうのがいるあたりは、その女性客。ですから、家族持ち、お子様持ちのね、主婦の方とか、主婦の方とか、女性客のが、買いに来た時に、こういうふうにしとくと売れるよねっていうような、反則傾向なのかなと予想します。全然そういう意図じゃないかもしれませんけどね。あくまでもうちの予想なんでね。で、他にはこんな感じで、横に、家族みんなでっていうので、巻き寿司のセットがね、各種出てます。太巻きのハーフ3本セット、恵方巻きハーフ3本。恵方巻きハーフ3本セットは、でも、海鮮がメインなんですね。卵かんぴょう巻きが、これがあるから一応恵方巻き感が一番強いのかなっていうところですけど、そこまで、恵方巻き、ザ・恵方巻きっていうので、入ってるっていう感じじゃないですね。海鮮巻きとかがメインですよって感じですね。なるほどな。そうしたメインなんでしょうね。この下も海鮮中巻き、ハーフ中、4分セットだけしますんで。で、予約限定で、これはシャチ巻き寿司、あ、大きなエビフライのシャチ巻き寿司ね。あれですね。エビフギャーですよね。エビフギャーっていう名古屋人ですね。やったことはないですけど。大体うちだとか、三重県とか、三河とか、三河の人も、言うのかなとは、思いますけど、ね、名古屋の人といえばエビフギャーっていうね、いうような感じで、言ったりすることがありますけど、そういうようなね、エビフライ。エビフライってどんどんやっぱ結局出してくるんやなって、シャチ巻きっていうね、そうそう、エビのね、形が、シャチホコ、名古屋城といえば天守閣のシャチホコっていうんでね、そういうようなところになぞらえて、やって、そういうような名産みたいな感じで言ってるみたいですけどね。まあ、結局、そういうふうにしてなぞったものがあれやっていうんでね。なんやかんや、名古屋の企業さんは、エビフライ推しとか、やることありますよね。免疫のね、地下街のところとか今あったりしますもんね、有名な店とか。の、シャチ巻き寿司が1598円税込みで、抜きは1480円でありますよ、ということでございますね。1本あたりドーンと、エビフライがドーンと2本入ってて、で、タルタルキュウリ、リフレ、タルタルソースにキュウリ、あ、でもまあ、いそうか、リフレだ、すぐに錦糸卵が入ってますよ、という感じで、ザ、まあ、お子様なんかね、ワンパクにはまりそうな感じですよね、こういうのね、いいですね。ドーンと2匹入ってるのが大きいですね。で、次が、本マグロの味わい贅沢巻き寿司ってことで、本マグロとかは本格的な感じのやつが、ここのところのね、プレミアム感のところで、出してるって感じで、ここをどんどん表に持ってこないっていうのが、大桑とかは、フェイの話、もうマグロマグロマグロって押してたじゃないですか。口元、我らの地元、和歌山、串本ね、俺たちの地元のザ・マグロだぜって押しとって、ゴリゴリで押しとったのがね、大桑でしたし、あとなんだ押しとった、あ、マックス和牛の東海もそうか、焼津のね、あっちの方も、マグロが取れるね、太平洋のところはね、やっぱり外海のところはね、マグロが、の、ね、
漁獲高も多いんで、この辺りはその串本とその焼津が多いんですよね。で、その焼津のところ、有名な大間とかね、あっちの日本海側とかの方は、寒くて、海流の中で早いんで、それでちょっとマグロのその質がいいですよとかって言ってね、よくそのブランドとかになってたりすることがあるんですけど、意外とその黒潮に乗って、マグロ自体は結構暖かい海の方にもともとおるんですよね、確か。うん。で、回遊してギューっていくんで、その中で、実は黒潮に乗ってくる、この和歌山とか、その焼津、静岡のあたりっていうのは、実は漁獲高で言うと結構、多いところなんでね。そんなあたりで、わーっと取れるもんで、そこら辺は結構全面にこういった感じを、ほぼほぼこの贅沢巻き寿司が3650円ってなってますから、これにね、近い値段のやつは、前にね、全面にドドドーンと押してありましたよね。本マグロの、本マグロでしょうね、あれも、っていう感じで。こっちも本マグロ、大トロ、中トロ入って、赤身も入ってるってことなんで、だから傾向としては、その、大コアの、フラグシップでドーンと全面に出てたのと同じような感じの、ところが、こちらではプレミアムって感じで、どっちかというとそっちじゃなくて、メインはあっちの方で売ろうよっていう感じが見えるっていうのも、この辺り同じような価格帯で設定してあっても、同じように、本マグロの大トロ、中トロ、赤身を使った商品が同じくらい、まあ、似たようなところです。3650円、それぐらいなところでしたね。いくらやったっけ。大久保の本マグロのやつが、あ、いや、お、じゃ、ハーフセットじゃなくて、本マグロ、本マグロ、これあたりか、本マグロ中トロとか、本マグロ赤身とか使ってるやつとか、あ、でも1000円か。そうか、そうか、そうか。あ、そうか、中巻きハーフセット、大トロと中トロと赤身とか、ちょっとハーフセット、ハーフが3本で1498円。ああ、でもそっか。まあ、この際は、多分、その水産がやっぱ持ってるんでしょうね。何せもともとその大桑って言ったら、その新宮とかあっちの方なんで、そのあたりのところとかで、そういったやつを持っておってっていうのがあるでしょうね。どっちもどうだった？水揚げ、大量マグロ、中トロとか3218円。あんまそうね、これぐらいになってきました。3218円とか、ってなってきてるんで、感じのところ、そこそこ、そういう感じかなっていうところですね。っていうところ。まあ、そのあたりも、名古屋をじゃあ取れるのかって言ったら、その名古屋って完全に内海なんですよね。その、愛知県全体で言うと、ちょっとまた話が変わってくる。三河がちょっと話が変わってくるんですよ。そう。三河、渥美半島とか、あっちの方がね、入ってくると、また外を見に面してくるところがあったりとか、あの辺りになってくると、ただその、食文化的にはどっちか三重地方って言って、その、案外その、まあもちろんその、三河でね、作られた八丁味噌とかが、名古屋のね、味噌文化のところとかにも影響を与えてるしっていう意味でも、もちろん十分影響はあるんですけど、案外食文化的に言うと、豊橋、特にもう、東三河になってくるとね、どっちかというと浜松とかに近いところがあって、だから、うなぎ文化とかね、そのあたりとかが、実はその、浜名湖を中心にね、結構わーって言われることがあります。だから浜松とか有名ですけど、実は三河一色って言ってね、この三河地方っていうのも結構うなぎの養殖とかすごい盛んで、そういう流れとかがあったりとかっていうような、くくりがあるので、三元っていう、こっちの方のくくりで見てみると、文化的には結構いろいろと、共通点が多くて見えてきたりとかね、いうのがあったりします。っていう中で行くと、完全にその山中さんって尾張の企業なんで、そうなってくると、名古屋のその尾張の方で持ってる漁港っていうのは完全に内海になるんですよ。下から内側の。だから、四日市に近いんですけど、そういう意味で言うとね、その同じ伊勢湾内のところになってくるんで、湾内の漁港のそういったところとかの、ね、歴史があるんで、やっぱこの辺りとかは、そんなに外海で取れるお魚っていうのをドーンと押すっていう傾向にはないのかもしれません。予測です。あくまでも予測ですけどね。っていうところがあったりするのかも、結構見栄えとしてはあるのかもしれませんね。で、フランテカンだと、さっきのあれか、本マグロのやつが全面になるんだ。なるほどな。フランテカンの方がやっぱ普通の高級感出していくよっていうところがあるんで、逆にこっちはこういう感じなんだ。あら、なるほどな。置いてある商材としては一緒か。価格帯も、
あ、でもこの辺りも車エビの海鮮巻き寿司とかあるんだ。ねえ。でも他は、まあ、同じような感じか。ですね。あ、でも、ハーフ日本店とちょっとセットの、設定とかも違うのか。なるほどな。そういうあたり、ちょっとすいません。こっちの方がちゃんと見てなかった。ですんで、ちょっとすいません。こっちの方にデータで取ってあるのは、山中さんの方にしかあります。すいません。フランテさんの方入ってないんで。あるて、フランテ、チャレンジプラスな、あ、もうチャレンジハウスなくなっちゃったの、全部。何回見てもなくなっちゃったもんね。なぜか金末になってた。金末って、いうふうにね、思ったところが確かチャレンジハウスだったんでね。あれ動画に使ったっけ？あれだ、動画は一応回してたけど、バスの中で、そうだ、バスに乗ってた時に見てきたんだ。暑さの方とか行った時にね、とかっていうのがあったりしましたけどね。肉が回転寿司とかこんなあたりがさーっとあって、っていうのがあったりしますよっていうような中になんですけど、なんだ、話切れてんねんのか、切れてるのか、切れてないのか、どっちなんだいっていう感じなんだけど、どっちなんだいじゃ、山中出してきたこんな感じなんだいと。メインがその、高い価格帯だと3650円。一応、エコまきは言うとった海鮮が入ってるやつで、とりあえず出しときました。1166円。ですね。まあ、海鮮入ってるんでね、当然やっぱこういう価格になってくるんだなっていう、ところが、やっぱちょっと、かなり期待があるのかな。で、ちなみに中里とかすみません、データが書いてなかったんで、今回控えております。特に記載はなしにしておりますというところですね。最低価格602円ってなんだ？何が602円？あ、ハーフね、七福巻き寿司のハーフだと、それになってくるんで、結局そのやつが602円になってきますよ、ということで、9センチですね、この価格っていうことなんで、なるほどなというところから、まあ、回線入ってもそうになってくるかなってところですね。アイテム数とかは、一般的な感じ14とかで、セット販売も、まあ、3でね、定番のところ揃えてあって、ハーフミニも、8種類、それぞれに揃えてあって、まあ、セットのやつもハーフセットみたいなのも作ってあってっていう感じで、まあ、そつなくはやってる感じはあるんですけどね。なるほどな。意外とその差別化っていうところで言うと、なるほどなって、まあまあ、できた中で言うと、かなり高価格帯のところの設定とかもしてあるんで、まあ、多分相当、質にもこだわってね、やってるんだろうなっていうのは見えてくるんですけど、ギジクイ見るとね、そのあたりも見てください。結構、パッと見た時の差別化っていうふうに言われると、結構、大コアのね、ハイエンド2000円のやつとかね、あんだけドーンとあって、ああ、こんだけ、串本のやつ使って、とかってね、地元串本のやつドーンと使っとるぜ、みたいな、そういうのがね、ドーンと出てるっていうのとかと比べると、まあ、ちょっとパンチ不足はあるのかなっていう感じがしますね。まあ、一緒のことイオンとかで言っちゃうとあれですけどね。まあ、マックスバリューと比べてもそれだし、まあ、でもマックスバリューはマックスバリューで、やっぱり静岡のね、やつを使ってるところかっていうところで言うと、なるほどなっていうところではありますけど、でもまあ、そつなくまとめてるのはさすが山中さんなのかなっていう感じもあるのかなっていう気がしますね。っていう感じかなっていうところ。ちなみに、予約が1月25日めちゃくちゃ早いんで、それだけちょっと気をつけておりますが。トライアルさんもね、早めにやらないといけないんで、25日でね、しまってありますのでね。ということでね、こういうような感じでございました。まあ、そつなく、ざっとまとまってる感じがあるのかなっていうところでございましたね。まあ、なんか、どれをとっても、なんか、いい感じにはなってるのかなっていうところがね、まあ、これが大切か、気にしてさ、山中さんかなっていう感じも、するかなというところでございました、というところでございましてね。まあ、今回はね、これぐらいでね、締めさせてもらって、またね、次回以降でね、新しいとか、これが土曜日で、ちょっと日曜日に回します。なるべく日曜日に、土曜日にあげる、そうやったらあげるし、まあ、ちょっと、わからんけど、どんなあたりとってて、どんどんやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はぁ、何喋ってたっけ？